はい。この動画では、Windows 10を以前の Windows にダウングレードする方法を解説してみたいというふうに思います。で、まあ、今回の Windows 10ですね、無料で、マイクロソフトの方で提供された OS になるんですけれども、Windows 7から今回その Windows 10にアップグレードしたという方が、一番多いのかなというふうには思うんですけども、やはりちょっと以前の Windows 7に戻したいと、Windows 10ではうまくね、いかないアプリとかがあって、7に戻したいといった時にですね、この Windows 10にアップグレードしてから1ヶ月以内であればですね、Windows 7に戻すことができますので、早速そのやり方を解説してみたいというふうに思います。じゃあそれではですね、まず、左下のこのスタートボタンのところですね、こちらをクリックをしてもらって、ここの下から3番目ですかね、この設定のボタンをクリックします。はい。そうするとこの設定の画面が開きますんで、この、更新とセキュリティというところですね、こちらをクリックします。はい。で、この左側のメニューの中からこの回復というところですね、こちらをクリックですね。はい。そうするとですね、ちょっとこの今ね、動画を撮ってるこのパソコンがもう Windows 10にアップデートしてもうしばらく経ってるんで、ちょっとこの画面にはですね、もうこの初期状態に戻すというやつと、この PC の起動をカスタマイズするというやつしか出てないです。で、これがですね、1ヶ月以内、Windows 10にアップデートしてから1ヶ月以内の場合はですね、どういった感じで出るかというのを、ちょっと他のパソコンで、キャプチャーを撮ったものをね、用意してますんで、そちらをちょっとお見せすると、こういった形ですね。この PC、この PC を初期状態に戻すっていう下のところにこの Windows 7に戻すということで、ここにも書いてありますけど、このオプションは Windows 10にアップグレードしてから1ヶ月間のみ使うことができますということで、Windows 7からですね、アップデートして、1ヶ月以内であればですね、元に戻すということもできますので、なんで Windows 10にアップデートしたらいいんだけど、ちょっと使いづらいなとか、ちょっとその今まで使ってたアプリが使えなくなったといった場合はですね、アップデートしてから1ヶ月以内に、このね、Windows 7に戻すということをね、やってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。